リチャードローのここからテレビ、はい、第53回になりました。はい、はい、お届けしておりますのはボーカルの島山と、はい、ギターの安井です。よろしくお願いします。はい、どう3月、はい、3月、もうなんかこれ毎年これ言ってたような気がするわ。いやいやいや、いい、卒業でしょ。お、はいね、はい、花粉でしょ。そうですね、はい、いろいろですね。一体何を卒業するのかっていう、まあまあええわ。まあまあ、あんまりね、だからもう、なんか毎年毎年やから、あんまりこう時期に合わせたあのトークとかもしなくてもいいでしょうと思って、はい、なんかまあ、なんか喋ることないかなと思うんですけど、うん、今日ね、だから、いつもは大体こんなこと喋ろうみたいなことを軽く考えて、うん、でまあここに来て喋るんですけど、うんうん、今回特に何も考えてなくて、つい先ほどちょっと思いついたみたいな感じだったんですけど、はい、あの、まあ、これで果たして話が広がるかどうかちょっと不安やないけど、はいはい、私も知らないんで不安ですけど、はい、あなたの場合だとどうやら、まあ、漫画が好きじゃないですか。好きです、大好きです。よくレッキーなとかでも喋ってますけど、大好きです。で、まあ、いろんな漫画見るとは思いますけど、はい、で、まあね、あの、映画ももちろん好きな映画とかあるでしょうし、あ、だいぶ見てないですけど、はい、そうですね、まあ、最近はそうかもしれない、はいはいはい。で、まあ、俺やったら俺で、ね、まあ、みんなもうご周知の通り、はいはいはい、まあ、アニメが好きなので、はい、アニメも見ますし、まあ、漫画も時々見たりもするし、うん、まあ、映画も見るし、はいはい、で、まあ、いろいろな、世界があるんですけども、いろんな世界があります、まあ、主に多分空想科学的な話とかになるかもしれないし、空想科学じゃないか、はい、そういう、まあまあ、二次元的な話になるかもしれんし、はい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 、もっと言ったら歴史的な話にもなるかもしれないけど、ほう、まあ、言ってみたいと思います、はい、あなたが好きな、まあ、私が好きな、でも、方法なんですけど、まあ、はい、自分の好きな、はい、ベストバウト、ベストバトルって言ったらいい、戦いですか。これ全、もう、スポーツだろうが何だろうが。あ、そうそうそう、だから言ってる、そういうことで。だから、あの、野球とかサッカーでもいいし、はい。まあ、オリンピックとかの競技でもいいし、はい。で、もっと言ったら歴史的な話、さっき僕言ったけど、このやっぱ、この合戦が良かったんだよとかさ、あ、まあほら、もう平たく言おうよ。じゃあ北斗の拳のケンシロウ対ラオウはもうベストやはいはいはい、はい、あれはもうベストの戦いでしょ、うん、誰もが熱くなるっていう、おっと準備しときやがった、おそういうなんか熱い戦いみたいなものがあったらぜひご紹介をみたいな。熱い戦いですか熱い戦いですか、これ面白かったぜみたいな、面白かった、お漫画の話になるから、じゃあ、いやなそうやろうなと思ったけど、来たね、ありがとう、はい、多分ね、いろんな漫画見てきて、いろんなバウトある、あるベストバウトあると思うんですけど、うん、今ポンと思いついたのは多分スラムダンク。おお、どの試合？湘北と湘南、両南のレジジェ。おお、ダンサーの方やね、はい、あ、あれ熱かった。僕は結構あれが最初ってスラムダンクでちょっとヤンキー漫画で走ってみたいな感じでて、でまあ、ああこの人 前からしてたんですけど、あこの人こういうバスケの連載始めたら、あ面白いなっていう感じで見てたんですけど、うん、ほんまにバスケとしてなんかこう本気でこう試合の間取りとかやり始めたあれなんですよ。おで、うまいんですよあの人、うん、そうね、はい、見せ方というか、もう今でこそちょっとなんかもう違う世界に行っちゃってもうなんか筆的なものに走っちゃってるんですけど、ね、まあ、別に悪くはないんですけど、だから当時本当にあの身長、バスケの漫画って身長すごい大事ですよ、はい、身長の違い描くのも大変だし、ゴールとそのキャラクターの合間も描くのも大変なんですよ、うんうん、あれもう、もう、まあ、いわゆる作画崩壊とかいう、そうそうそうがないんですよ、ないっていう、ないんですよ、キャラクターの顔はちょっとずつ変わってはいますけど、非常に丁寧に描いてて、かつあの、あバスケットの漫画って今まであんまりこう、なんだろう、なんかこうガチンコのあれはなかった、うん、なんかちょっとやたらちっちゃい子は、うん、でかい人だけど、でかい人が素人でっていう感じだったんで、うん、新しいし、あのなバスケってすげえなって、俺バスケって全然知らないんで、あ、そうか、やってない人やから、やってない人、あなたやってた人やってた人やから、私はバスケを知らないんだけど、あの漫画でバスケットってこういうルールなんだっていうのが分かったし、そうね、かつその練習、ちっちゃな練習からコツコツやって、うん、曖昧までこういうキャラクターがあってモブ的な人も頑張るわけです、うん、でそれを見るときにベストバウトって言ったら変ですけど、スラムダンクが面白いと思ったのはあの練習、おー、これ小学生の時、
みっちゃーんみたいな、三井の復帰は、ね、あれは多分今読んでも泣ける泣ける泣いちゃうんですか、やばい、自分と同じポジションなんですよ三井は、あ、はい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 、だからっていうのもあるけど、あ、見た、外角からシュートを打つ人じゃない、うん、で俺もどちらかというと切り込むよりも外からのタイプだったので、なんか勝手にこうね、自分と重ねたりとかして、はいはい、まあ別に俺はグレたりはしてないグレたもんね、そう、それ見ててちょっとそういうのもあって、はい、あのスラムダンクのだからキャラの中でもあの三井さんが一番好きな、あ、それはわかります、はい、あれはちょっとなってたんです、見ちゃうんですよ、なので、おー、そのまま言ったらスラムダンクの話でもいい、スラムダンクの話でもいけるけど、ね、この試合のこのシュートが良かった、いやでも、まあ、それはそれで別の回続いてベストバウト的なものはどうです、いや俺でもごめんなさい、アニメの話になっちゃうからあれなんですけど、はい、フェアリテール、はいはい、で今好きですね、だからもうそれを知ってる人にしか通じない話、あのグリムアハートの話がだいぶ熱くて、グリムアハート、ね、まあ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 言ったら敵なんですけど、大体何巻ぐらい、あ、関数だと分かんない、覚えてない、結構言ってる、うん、アニメの方が印象強いから、あ、そうなんです、あれが結構いい、どういう厚さ、あ、ごめんなさい、こそか、そういう説明をしなきゃいけない、フェアリーテールっていうギルドがあって、はい、その先代のギルド、はい、あ、先代のマスター、はい、ギルドマスターっていう、まあ言ったらそのギルドを仕切ってる偉い人、ね、はいはい、の、今の主人公たちが言う大地の先代の人が、はい、ちょっと悪い方道に行っちゃったんです、はいはいはい、でその行っちゃった先の悪いところの自分たちのギルドを作って、あ、でそれがちょっと攻めてくるという感じですけど、あ、じゃあ主人公とその先代は同じ時系ですか、過去の話とか言えなかった、うーんとね、まあ、実際は過去なんですけど、 あんま言わないです、過去っていうか、まあ主人公がおるギルドの はい、おじいちゃんの、あ、その人をあのギルドマスターに選んだ人が先代、あ、はいはい、だほんま死んでるような人なんですけど、年代的に、まあ、ちょっと魔法なんだかんだいろいろあって、はい、まあ、生き延びてるんですけど、はいはい、でそいつがもうめちゃめちゃ強くて、はい、でそのギルドの言うたらもう主要メンバーっていうのが、まあ、強い、あ、さっきのスラムダンクで言うたらレギュラーやな、レギュラーがもう本気出してかかんねんけど、はい、もう圧倒的な強さで勝てないんで、はい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 、でもそれで負けを認めてどうこうじゃなくて、こいつらは諦めないっていう、はいはいはい、その精神でこう向かっていくのがだいぶ熱いシーンで、泣いちゃった、泣いたというか、あの熱くてこれ感動してというか、こいつらめっちゃかっこいいみたいな、あ、胸が熱くなるという、胸が熱くなるこれかっこええわで、またその後ろで流してる BGM とかがめっちゃ熱くなる、ごめんね、ちょっと伝わらないかもしれないけど、ベッケラですかね、あ、そうです、これはベッケラ、こっちの話になっちゃいます、ベッケラなんで、もう別に全然あれはもう全然だから熱くなってほしいなっていうところですけど、他なんかあります、北斗の拳は確かに好きですよね、ラオウですね、で、そうですね、ラオウ、でもベストバウトでラオウが亡くなるときは子供の頃に熱くなりますけど、トキ君と戦うんですよ、四男坊のケンシロウ君ではなくて二男坊のトキ君と戦うわけですね、でトキ君ヘロヘロなんですよ、で、ラオウ君とトキ君はまあまあ仲悪くないですよ、で、結局ケンシロウ君がまあ後を継ぐんでわっちゃわっちゃなるわけですよ、トキ君とラオウ君が戦うわけですけど、トキ君もヘロヘロなんで無理するんですね、うん、ドーピングみたいなことするわけです、あ、そうですね、うっしゃいと、でそのドーピングが途中で切れ始めて、長男のやんちゃなお兄ちゃんが泣きながら結局ぶっ殺すかいっていう感じなんですけど、あ、結局殴るんかいっていう感じなんですけど、あの状況は小学校、もっとちっちゃいかぐらいで、うん、続々、あとは大の大冒険のポップ君がメガンでするところ、ああ知ってる知ってる、あれはね、あれ漫画で初めて泣いたんです、うんうん、うん、あ、漫画で初めて2回目です、ま、泣きはしなかったけど、うん、めっちゃ覚えてる、ドラえもんの6巻の次に泣いたんです、6巻はよう分からんけど、6巻はさよならドラえもんなんですけど、分からへん分からへん、それでも分からへん、そうです、うん、ポップ君が大君に対して払った言葉なんですけど、そこの振り向いて泣きながら主人公に言った言葉の時に幼少期ながら、お、なんて言うの、え、俺が死んでもそんな面してやがったら許しゃしねえぞってメガンです、おーで、ダーンってメガンです、まあ、結局まあ純主人公みたいな感じで、まあ後々はあれなんですけど、それを本家のジャンプで読んでて、子供頃に号泣と、おー、あ、はい、
そうなんや。そんなセリフは覚えてないわ。そのシーンは覚えてるけど、はい、すごいかっこよかった。あーって思ったもんね。だからドラクエやってるから知ってるわけやんか、クロノジモンはみたいな。それ衝撃的やった。見事にメガンです。うん、はい、そうやね。ベストバウトの話じゃなくなってるけど。なくなってるけど、でももうまあまあ戦ってた。まあでも今までこうご覧になって分かると思うんですけど、結局漫画とかアニメとかの話だっていう。あ、でももう一個あれ、あの海海王っていう、あの相撲のもう引退した力士がいて、そう、海王さん誰と最後優勝決定戦かもう忘れちゃいました、ごめんなさい。あのと海王が優勝した時私泣きました。おお、ガッツンゴーンって言って、わあ海王優勝っていう。相撲はちょっと僕分かんないですけど、ボクシング、おはね、はい、今ほら YouTube があるからさ、昔の試合とか見れる。あ、見れますね。あのね、橋口ジョイジロの試合はやっぱ、あ、もうね、見てて、はい、はぁってなる。リスク以外の何者でもないぐらい顔出すでしょ。で、もう、なんていうかな、もう絶対頑張れって思って、思う、ね、まうのよね。あの人やっぱすごいって言うんですね。背もちっちゃいしね。うん、あれはすごい選手だったんだ。 もちろんすごい選手はいっぱいいてるんですけど、あの自分の中ではそのやっぱボクシング、はい、あの YouTube とかでボクシングをバッて見るんやったら、うん、まあ達也ちょっと見てしまうっていう。熱くさせる本人そのつもりで別にやってたわけじゃないんでしょうけど、うん、そうそう、だからどれがベストって言われたらあーってなるけど、うん、そうね、ボクシングは達也の試合達也の試合見てしまう。熱いの好きよ、熱いの好きよ、見たんだね。頑張れ。そうそうね、熱いね、いっちゃーん。はいはい、まあ、はい、そんなことですいません、結局偏った話偏るんですけど、うん、いいんですよ、うん、はい、まあまあそうやって、僕たちを熱くさせてくれるバトルが、はい、まだまだこれからもいろんなところで熱く、私たちもライブで熱くするように頑張ります。あ、そう結びつけるんだよ。あ、だいぶ無理やりやな。はい、後で怒られるパターンや。てなことで、後で送られるパターンや。53回、まあね、そろそろ暖かくなってくる時期とは思いますけども、はい、まだまだ、朝晩は寒くなったりするので、はい、皆さんもどうか体調の方を、お気をつけていただいて、そうですね、これからもお過ごしして、お過ごしくだされば。はい、いや、はい、まあ、そんなことで、お届けいたしましま、しましましましたや。はい、ギター担当、安井と、僕らの島山でした。はい、ではまた次回お会いいたしましょう。さい。おつ。はい、そういうことですよ。もう春ですから、もうさっき言いましたけど、まだ今のところはね、今年入ってから体調は崩してないんですけど、あ、言うとまあ年末からね引きずってる部分はありますけど、そう、風邪ひいたとかそんなんがないんで、まあ元気は元気なんですけど、今年はですね、あんまり皆様にお会いする機会が少なくて、ライブ回数が少ないので、まあこういう場所とか、あとまあ自分のブログとか、あとまあメンバーにもね、ブログなるだけ更新しろって言うときますんで、ていうかまあ常に言ってるんですけど、無視されるんですよ。うん、だからまあそういうわけで、ちょっと皆様のね、お目にかかる、タイミングがちょっと少ないんですけどもね、今年は特に。まあその分、ちょっと、よく言ってますけど、15周年期間のお楽しみを、いろいろと用意してますので、まあそこはそこでこう楽しみにしていただいたらいいなと思います。そんな感じで、毎月一応ネットテレビやっていきますので、これからも、ライブとか最近してへんけど、元気してんのかとか、ね、もしかして消えたんちゃうのとか思われるかもしれないですけど、頑張って、見えないところで頑張ってますので。はい、15周年期間どうかお楽しみに、もうこれからどんどん、もう、この春ぐらいからね、ポン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 ってこう、公開していこうと思いますので、こうご期待。ではでは。